マントルとは、惑星や衛星などの内部構造で、核の外側にあるそうである。地球型惑星などでは、金属の核に対しマントルは、岩石からなり、さらに外側には、岩石からなるがわずかに素性や物性が違う、ごく薄い地殻がある。名称はフランス語のマントに由来し、マントルが、核の周りを包んでいることを表している。地球の内部構造1イコール地殻に、 イコールマントル 3A イコール外角3ビットイコール内角4イコールリソスフェア5イコールアセノスフェアマントルの構造地球の場合は大陸地域で地表約 3070km から海洋地域で海底面下約 7km から約 2900km までの範囲を指す。地殻は大陸地殻や海洋地殻といった違いがあるが地表面から 地下およそ5、60キロメートルまでの厚さを有しており、マントルはその下層に位置している。地球のマントルと地殻の境界は、発見者の名からモホロビチッチフレン族面と呼ばれている。地震波がモホ面を通るときには、密度の違いから速度が急変し角度によって、屈折を起こす。地殻直下のマントルは、物理的に地殻と一体化しているが、同時に、 モホメンという境界が観測されるのである。密度の違いは、地殻とマントルの物質素性が異なることによる。マントルの仮面は、グーテンベルクフレン族面と呼ばれており、外角との境界になっている。地球の上部マントルは、観覧岩を主成分とする岩石で構成されており、マントル内における化学素性に大きな差異はないとする説と、上部マントルと、 カブマントルで異なるとする説が対立しているが、現在では地震波の観測や解析の精度が上がり、高温高圧物性物理学も大きく進展したことにより、清掃しているとの説が主流になっている。震度が深くなるにつれ、温度、密度ともに上昇するが、特に密度については、鉱物症が相転移することにより、不連続に増加する。 410km、520km、660km、2700km 27の地点に地震波の不連続面があり、これが相転位の境界と考えられている。この中では 660km 不連続面は明瞭であり、これを境に上部マントルと下部マントルに分けている。鉱物症による分類については上位から観覧石、 変形スピネル症、スピネル症、ペロブスカイト症、ポストペロブスカイト症となっている。マントル構成物質は、この境界を移動するごとに、相転異し、結晶構造が変化、密度も変化する。観覧席の層は、模範面から 440km 不連続面までで、マントルの最上部を占める。この層は、地殻とともに、圧力や温度、 水分が入量などの条件により、部分溶融を起こしマグマを生成する。変形スピネル症よびスピネル症は、マントル繊維層、または、転移層とも呼ばれている。660km 維新のペロブスカイト症の、層では、圧力は 23.4GPA を超えている。スピネル症構造の観覧石が分解され、マグネシオースタイトオート。 中密な構造のペロブスカイトマグジオ3とで構成されている。2 7 0 0トル維新のマントルの最下部は D、層とも呼ばれ、ペロブスカイト層よりも中密で密度も高いポストペロブスカイト層となっている。ポストペロブスカイト層の発見は2004年のことである。各境界付近の構造は不明な部分も多く、カブマントル層の深部で核に接している部分は、 薄い層が溶解し、この溶解部分から、マントルプリウムが上昇しているのではないかという説がある。また、マントルを力学性質から分類すると、上位から地殻と合わせて、リソスフェア、アセノスフェア、メソスフェアに分類される。リソスフェアは、地殻も含んだマントル上部の層で、温度、密度が低く、合成も高い。その仮面は 6100km の地点にある。 リソスフェアは、プレートテクトニクスにおけるプレートに、ほぼ相当する部分で、地表面を移動している。アセノスフェアは、リソスフェアとメソスフェアの間にあるそうで、100-300km の間にある。地震波の低速度域であり、物質が、部分溶融し、流動性を有している。低速度域のみがアセノスフェアとされるが、場合によっては加減を 660km の面と、 考える説もある。メソスフェアは、マントルの大部分を占め、高い合成を有する個体と考えられている。リングードラは、上部マントルの組成は、ダナイトと玄武岩が3、1の割合で混合したパイロライトと呼ばれる、仮想的岩石から構成され、この物質が、分別溶融を起こすと、玄武岩質マグマが生成すると考えた。下部マントルの蘇生については、 諸説あり、上部マントルと同じパイロライトの素性を維持していると、する説、または、化学素性が異なりより二酸化系素成分に富んだ、ペロブスカイト症を主成分とするとする説があり、決着がついていない。前者であればマントルは、太陽系の元素素性に近い CI コンドライトよりも、軽素に枯渇していることになり、後者であれば、 資源的な隕石である C1 コンドライトの化学蘇生に一致するが、マントルは二層大流で上部と下部の物質の混合が起こりにくい構造を支持する。従来の地底直接探査は、コラ半島超深度掘削工や国際深海掘削計画などでも、到達深度は近くに留まっている。マントルやその下の構造は、地震波の伝わり方などから推測して調査されてきた。 日本の海洋研究開発機構が地球深部探査船、地球により2020年代前半のマントル掘削と資料を直接採取を目指している。この他にジャムステックは静岡大学、新潟大学、金沢大学と共に国際陸上科学掘削計画に参加。過去の地殻変動で地表近くに競り上がってきたマントルが含まれるオフィオライトを 中東をマーンで採取し、地球船内に運んで分析している。蒸気のように、マントル上部の物質についてはオフィオライトなど、作り山運動などにより、地表に現れたものがあり、マントル下部の物質についても、キンバーライトなど地表に噴出したものが、発見されている。地震波トモグラフィーにより、地球内部の密度などを算定するほか、地表で得られたマントル物質を参考に、 シミュレーションのほか、鉱物の高圧実験による再現実験を行い、条件に合う圧力、温度、密度と、その際の鉱物症を明らかにしている。マントルの物性値は、可表のようであるとされている。マントルの流動の研究には、流体力学などが援用されるが、物性値のうち特に粘性の特異性が CFD などを用いた解析を困難なものにしている。 地球型惑星と月の内部構造。灰色がマントル。地球型惑星や大型の岩石衛星は地球に似たマントルを持つと推定されている。金属核の割合が高いとされる。水星のマントルは地球と比較して酸化鉄の割合が少なく、硫黄の含有量が多いと推定される。対して、火星のマントルは酸化鉄の含有量が多いと推定される。 木星型惑星は核の外側に金属水素のマントルを持ち、その外側には液体水素の層があると推測されている。天の星型惑星は核の外側に水、アンモニア、メタンの氷からなるマントルがあり、その外側には水素とヘリウムの層があると推定されている。ただし、これらの層がマントルと呼ばれることは比較的少ない。 大型の氷衛星や太陽系外縁天体の中には氷と岩石の二層からなっているものがあると推測されている。この場合、中心部の岩石の層を各周辺部の氷の層をマントルと呼ぶ。エウロパやガニメデなどではマントルの最下層は潮汐摩擦による地熱で溶けて海になっている可能性がある。ありがとうございます。